はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、PayPay銀行、PayPay証券誕生10月からということで、今回はですね、あるニュースが少し話題になっていたので、記事を一部ピックアップしながらお伝えしていこうと思います。若干少し過剰書きのテロップではあるんですけども、まあ音声でも楽しんでいただければなと思います。はい、それでは早速お伝えしていこうと思うんですけども、まずこちら5月初め、PayPay を関した11件の金融サービスの社名の商標が登録されたということですね。PayPay銀行をはじめ、カード、トレード証券、インシュアランス、保険ですね。あとFX、外国為替取引など考えられる限りの金融サービスを網羅するということになってます。現在ヤフーが行っているジャパンネット銀行とヤフージャパンカードといったサービスの名称も変わるみたいですね。まあ、ちょっとこれなんていう風になるかちょっと気になりますね。あとヤフーの関係者の方は、 PayPay はソフトバンクグループ全体で注力をしていくという風におっしゃってるということになってます。あと決済アプリの PayPay については、その幹部の方がですね、まあローンや貯金、投資信託やネット通販に使えるライフスタイルアプリにしていくということで、まあ、これによって決済の利用で得たポイントを、まあ、保険や投資の購入などに使えるサービスが想定されるというふうに言われています。で最後に、PayPay はメディア事業を中心ではいずれ厳しくなるヤフーと、料金値下げや楽天の参入で携帯電話事業が厳しいソフトバンクというヤバい2社が将来を見据えて考えたサービスということも幹部の方がおっしゃってるということですね。いやもうこれを見る限りはですね、まあ、かなり型破りなことを仕掛けてくるなというふうに思いました。まあ、自分的にはPayPay銀行と、あとはそのポイントとかを保険や投資とかに回せるっていうのは、まあちょっと面白そうだなというふうにも思いましたね。あと今回参照した記事に関しては下の概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。まあ、今後のPayPayの展開っていうのが楽しみですね。ということで今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。